8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガロンです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今回はですね、こちら9アワードスカウトの、泉田ちゃんが、まあ、実装されましたよと、いうような感じ。うん、まあもうすでにね、絵はね、まあ、新カードはまあすでに公開してあったんですけども、まあ、今日ね、早いですね、まあ、今日実装されるというような感じで、いつもと違うのがね、ポジションがね、レフトをじゃなくて、うん、ファーストが20丸になってますね。うん、珍しい。で、あと、アメリアちゃんも、復刻で、まあ、追加されてるよという感じ。うん、アメリアちゃんも割と最近、比較的最近、実装されたばかりでしたけどね。うん、まあ、早いですよね。はい、で、新カード最高。うん、やっぱね、泉田ちゃんは、まあ普段髪型あんな感じですけど、下ろすとね、やっぱ美人なんですよね。うん。まあね、八内のね、まあ見た目がね、その美人のキャラとは誰かってなった時に、まあ本庄さんであったりとか、まあレイナ様とかもね、まあ上がってくるんですけども、やっぱりね、その泉田ちゃんも、まあその候補にね、まあ名が上がるくらいのね、まあポテンシャルは秘めてると思ってるので、うん。すごい美人なんですよ。なんなら、高身長でね、まあ、スタイルも良くて、みたいな感じもあるんで、うん。まあ、ほんと、モデルさん気質っていうか、モデルさんクラスの、まあ、プロポーションをね、あるよっていう感じ。うん。まあまあ、それだもんでね、僕はね、普通に泉田ちゃんね、めっちゃ美人だなっていうね、キャラだと思っております。うん。特にこの新カードは最高。うん。で、まあ、装填スキルですね。装填スキル持ってるということで、まあ、一番上の状態が、まあ、発動条件がなし。基本効果ね。自身のパワーが超究極に上昇。うん、シンプル。で、装填技が、ムード敵を構成3を得る。自チームのムードがマイナス1以上の時、が条件。まあ、比較的優しいかなって感じです。まあ、だもんで、ビジターとかでも、条件は発動するタイプというような感じ。で、自身のミートが、極限に上昇し、守備が超究極に上昇し、ホームラン率、三塁打率、二塁打率が上昇するというような感じ。で、僕ね、ライトのアメリアちゃん使ってはいますので、うん。まあ、だもんでね、装填、二つ付けられますよというような感じ。まあ、メモリアルフォートでね、付けるっていう人であれば、装填三つ付けることが、まあ、可能だよっていう感じ。うん。まあ、普通にね、まあ、強い、装填技かなって思います。まあ、条件も優しめですしね。はい。で、今日はね、泉田ちゃんをね、まあ、引くわけなんですけども、まあ、60連がね、まあ、いつも通り天井という感じなので、まあ、最大、60連、引いていこうかなって思います。まあ、ちょうど60連分ありますんで、石が。はい、ではね、優勝1個から行きましょう。でね、まあ、確実にね、まあ、引いていくんで、ね、取りに行くんで、まあ、悩み解消の方もね、まあ、見ていこうかなというふうに思います。まあ、単発は、何もないですね。はい、ヒイラギちゃん。では行きましょう。10連目ですね。はい。ファースト適正ってことは、レフトはできないのかな？確か、レフトは、丸って書いてあったような気がするけど。さあ、うん。10連目は、夕方ですね。装填キャラ、9アワードスカウトだとね、あんまり良くないんですよね。まあでも、60連だけなので、まあ、天井としては。で、泉田ちゃんのシーンはね、まあ見るときもあれば見ないときもあるっていう。割とばらけてるんですよね。んで、ハセちゃんで終わり。では、20連目行きましょう。まあ、なんだっけ、誰だか忘れた。誰だか忘れたけど、なんかまあ装填、持ちのね、まあキャラクターはね、なかなか出てこないんで、うん、まあ今回もね、なかなか、出てこない、ハマりそうな感じはしますけど、うん。もう、シルエットがこうやって出てこない時点でもう怪しいのよ。うん。はい。で、千葉さんで、葵ちゃんで終わり。さあ、20連目も何もなしです。はい。で、30連、ここら辺で出てくれればね、クリビア以降と交換できてね、いいんですけど、なかなか。さあ、ずーっと夕方寸止めです。もう SSR は今のところなし。うん。惜しいね。演出的には惜しいんですけどね。うん。で、まあ、千葉さんとかいろはちゃんがやたら出るな。うん。で、アメリアちゃんとかもね、一応しれっと出るかもしれないっていう感じ。はい、で、30連目は何もなし。はい、では行きましょう。折り返し、40連目です。
さあさあさあ、確か何かのガチャでも天井引いたような気がするけども、能演出、何も出なさそうかな。うん、演出、おえー出ちゃうまあいいでしょう。装填スキルはね、まあ別に、なんだ、2枚持ってても別にいいので、うん。ありがとうございます。嫁様が映ってる。いつ見ても嫁様の貴重な水着。目の保養。で、アメリアちゃんの水着姿も最高。メインとなるね。うん。ありがとうございます。うん。まさかの、復刻の方が出ちゃうっていう。はい。で、これで終わりかな。40連目は終了。では50連目行きましょう。60連目でね、なんとか引き当てることができれば、クリビア2つ、交換できるんですけど、さあ、夕方からの、何も出ない。先ほどは脳演出で出ましたけどね。うん。脳演出で出るパターン。泉田ちゃんのシルエット、今のとこ一回も見てないな。あ、これはもう天井、もうこれっていうか、もうこれで終わり、次で終わりなので、うん、天井ですね。はい、60連目です。結局、何も出なくて終わるかな。うん。さあ、演出は、夕方に最後ぐらい夜を見せてくれない。さあ、演出ずっと死んで終わったな。うん。まあ、アメリアちゃんはね、まあ、見れたんで、弾けたんでいいでしょう。うん。わあ、泉田ちゃん、やっと出たと思ったら、ある。はい。何も出ませんでした。なので、交換していきましょう。交換。アイテム交換だと、演出はちょっと乱れないんですけども、うん。これだよね。うん、これだよね。間違えたら最悪だから。はい、ありがとうございます。では、悩み解消の方ね、見ていきましょうか。うん。悩み解消、外野手。サワーストってことは内野手になるのかな？どういうあれなんだ？ファーストがメインポジション。待って、レフトの中のファーストもできるって感じなのかな？ちょっと待って。いないよね。内野手、泉田ちゃんのファーストってどこだ？どこ扱いになるんだ？ちょっと待って、探しております。あ、いたははは。坂上ちゃんと同化しててわかんないっていう。ではね、見ていきましょう。はい。他人事なイベント、この時期はバレンタインだなんて浮かれてるやつが多いけど、私には関係ない話だな。だってああいうのは可愛らしい女の子のためのイベントだろ。私には似合わねえよ。いや、似合ってる。うん、自虐してるけど、合ってないのよ、自分の言ってることと実際のこの見た目が。はい、なんかね、まあそういうね、自分でそういう、まあ可愛い子じゃないっていうイメージがありますけども、うん、はい。うー、今日は一段と冷えるぜ。早速買ったお茶でも飲むか。もう早く早く限定のチョコがなくなっちゃうよ。おー、こんな夜遅くに買いに行く。うん、分かったってば。てか自分用のチョコに本気出しすぎ。あ、自分用のチョコを買っておる。うん、チョコ。あ、そういえばもうすぐバレンタインか。クラスのやつらもはしゃいでたな。高みの見物。まあ私には関係ないけどよ。うー、寒いよ。お、誰かが来た。さあ、本校の誰か。あー、小麦ちゃんが来た。うおー、なんだ。今日か、寒いよ、ブル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 。多分抱きついてそうだよね、これね。うん。で、なんだよ、小麦くんは急に抱きつくから驚いたじゃねえか。もう驚くよね、急に抱きつかれたし。しゃあねえな、ほら、お茶やるよ。さっき買ったばっかだから、まだ温かいだろう。ああ、温かいお茶ね。うん。ズビ、ありがとう、ごくごく。ぷはー。どうだ、少しはマシになったか？うん、ちょっとポカポカしてきたよ。今日か、温かい。よかったね、うん。まあね、女性は冷え性が多いですからね。うん。いや、私のことじゃなくてよ。てか、そろそろ離れろって、ずっとくっつかれてるけど、恥ずかしいだろうが。うん、くっつきながら飲んでたの？まあいいや。はい。わ、強化の手冷たい。悪い。自分じゃあんまり気になんねえんだけどよ。そうなの？でもすっごく寒そう。さあ、何かをひらめいた。そうだ、じゃあ小麦がいいものあげる。カイロかなんか？うん、小麦ね。ああ、編み物ね。編み物できるんだよ。あやこにも褒められたことあるんだ。意外だね。うん。意外だな。そんな器用なことができるなんてよ。だから、強化は手袋を編んであげるね。頑張ってポッカポカなやつ作るよ。おー、よかったじゃないですか。うん。はい、てんてんてん。どうしたの？いや、小麦は可愛いなって思ってよ。私とは違って素直だし、編み物までできるなんてすげえよ。まあ、それはね、人それぞれだからね。まあ、特技であったりだとか。うん。
強化だってすっごく可愛いよ。そう思う。同意見です。うん。このネパンみたいなくるくるの髪もパッチリした褒め目もルーちゃんみたいで可愛い。ルーちゃん基準なんだ、そこ。うん。確かにチョココロネみたいな感じはあるよね。うん。今私褒められてんのか。まあ一応小麦ちゃん的には褒めてるはず。いっぱい褒めてるよ。それじゃあ小麦そろそろ帰るね。手袋はバレンタインまでに編むからちょっとだけ待っててね。バイバイ。お、帰ってった。バレンタインに、渡す感じなのか。はい。どうやら無関係ってわけにはいかなさそうだな。はい。というような感じ。まあ、割と、面白いっていうあれはないですけど、まあ、普通にほっこりした感じの、なんか、悩み解消でしたね。うん。まあ、バレンタイン、じゃあ、この、なんだ、髪型の日に、もらったのかな、もうすでに。泉田ちゃん、坂上ちゃんと同化してるもんでね。ちょっとわかりづらいですけど、はい。この状態の、この日に、この状態で、編み物多分もらったんだね、手袋の。うん、そういうことにしておきましょう。それは地蔵くんの後なのか、前後、どのタイミングでもらったのかな。うん。まあまあいいでしょう。はい。とりあえずね、まあ、泉田ちゃんのこのシーンはね、ちょっと欲しいなって思ってたので、まあ、一応、争点、ナインアワードスカウトなんですけどね、まあ、ちょっと動画に、させていただきました。うん。まあ、またしても天井になっちゃいましたけど、うん。まあ、相変わらずナインアワードスカウトは、ちょっとあんまり運がよろしくないよということで。まあ、メディアちゃん弾けたんでね、まあいいでしょうっていうところです。はい。まあね、あと、そうですね、アメリアちゃんにね、つけられるんで、アメリアちゃんに、つけてね、まあどんなもんかね、まあ動画外ではありますけど、使ってみようかなというふうには、思っております。はい。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。